みんなにはあるのか。楽しいこと、羨ましいこと、何を楽しんでる。部活とか趣味とか勉強。男女仲良しだと楽しそうだな。あ、夢ならあった。初恋の人つぼみちゃんに告白して手をつないで一緒に帰るんだ。ほら見てつぼみちゃん、カエルは浮かすと泳ぐんだよ。へえ、かわいいね。鉄棒もぐにゃぐにゃにできるよ。ボブくんすごいね。しないわけだ。マスク、あれにも細工があったのか。力が弱すぎて気づかなかったよ。まあいいや。グループの仲間外れを殺すのがあんたの宗教の方針なら本気で来い。笑わせるよりは簡単かもしれない。お前リクエストに応えて出てきたよ。これが僕の感情だ。身を委ねるとこうなる。影山茂雄役、伊藤節夫です。アニメに続いて2度目のモブ君を演じるということで楽しみもありますが、舞台経験がなくて今初めてなので、その不安と楽しみと今両方ごちゃごちゃになっている状態です。頑張ります。皆さんに朗報がございます。いよいよモブサイコ100の DVD とブルーレイの発売がスタートいたします。キャラクターデザインの亀田義満さんによる書き下ろしのジャケットほか、豪華特典もついていて期待値 100%。 初回使用版、正しい判断です。どうぞよろしくお願いします。お楽しみください。はい、その他ですね、本編中に出てくる小説がございまして、それがまた特典としてついておりまして、その他にも豪華特典がございますので、ぜひよろしくお願いします。オーディオコメンタリーなんかもね、入ったりしましたね。よろしくお願いします。詳細は、こちらのツイートのリンクまでよろしくお願いいたします。はい、それではどうぞよろしくお願いします。来ていただいております、この方です。どうぞ。はい、こんばんは。モブサイコ100で、モブこと影山茂雄役を演じております伊藤節夫です。よろしくお願いします。伊藤ちゃんと、伊藤ちゃんと、せっちゃんと、はい、ね、いただいておりますけども、本当はせっちゃんせっちゃんって言われてますけれども、で、伊藤さんは、伊藤さんのこと、せっちゃんは、はい、ケチケチャ初登場なんですね。そうなんです。はい、そうです。もう言ったらどう、声優さんとしてはもう全然新人さんなの？あ、もうそうですね、ほとんどテレビアニメのこうレギュラーとかも初めてで、今回やらせていただいているぐらい。せっちゃん主役なの？はい、そうです。すごいよ。せっちゃんやるやん。すごい、マジかいな。はい、あ、そう、いや、いいだよ。あ、だからそう、あ、これが昔ツイッターに上げたイラストでございます。書いてる通り、僕の誕生日に僕で自分でイラストを描いたんですけど。え、こんなん描けんの？はい。いや、プロだ。プロじゃん。プロだってじゃん。本当趣味でずっと続けてたぐらいのものなんですけれども。何？半日以上。せっちゃん、なんでも、何？その。え、前世すごい偉いお坊さんやった。お坊さんですか。何、こんな。僕とはアンドリューくらいかな。なるほど。ストップ、山田。お前、そういや自分がいくつかの記憶もねえんだよな。そうですけど。じゃあこれはやれん。これ飲み会じゃないですか。恨むなら自分の未成年に見える外見を恨むんだな。というかここ、そんなの気にしなくてもいいじゃん。そんなの先生が許しません。高達すぎる教育的指導しなくても。というか、アンドリューさんから発せられる教育的指導の言葉はだいぶ説得力皆無ですからね。なんだとこの野郎。それでは小川のメガネの行方に注目してご覧ください。
俺さ、実は好きな人ができてさ。え、どんな人？まあなんていうか、黒髪で、すごい笑顔が可愛くて、とにかくすごいいいところいっぱいあってさ。ああ、美術部の花菜さんか。美人だもんな。なんかみんなに好かれてさ。なんかそうだよね、やっぱそういう人。ごちゃごちゃうっせえな。お前のことだよ。全員とキスしたいぐらい。バカじゃない？フェアリーだけ他の二人となんか違う気がしますけどね。ゲーム開始。よーいスタート。はい。後ろ向いて。にゃー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 。これはいい。にゃー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 。にゃー。いいですね。じゃあね、次行きましょう。惜しくも1ポイント。では答え合わせしてみましょう。1つ目は悟空でバッチリですね、はい、そして次の、その次だったんですよね。ちょっとせっちゃんやってみてください。じゃあたたたたたたってことですよね。そういうこと。あ、初号機ということで、ね、最後 のチャンバラのは皆さん何か分かりました？ナッピー分かったの？ナッピー分かったらしいです。正解。これと思って分からんかったか。何してるんだ。せっちゃんが落ち込んでる。へい、これはちょっと後で聞くにはもったいないぐらい何をやってんのか聞きたいです。一体4人は何の真似をしたのか。丸まってましたけど何でしょう。この読みはタケノコ。タケノコ。なるほど。果たして正解は？めくってみたいと思います。正解は、はがし。あ、ということでエアリー正解です。あさこだと？なーに？やっちまったな。いやいや、クールポコ。クールポコで言わんで。はい。どんなキャラクターか動きと表情で教えてください。動きと表情ですよ。難しい。気になりますね。それでは演じる上で意識したことは、気づきすぎない。気づきすぎない、はあ、特にお気に入りのセリフがあったら教えてください。いきなり呼び出すのやめてくださいよ。お気に入りですよ。はい、お気に入りです。お気に入りですか。お気に入りです。わかりました。自分が演じているキャラクター以外でお気に入りのキャラクターがいたら教えてください。てるくん。てるくん。アフレコ現場の思い出を教えてください。笑いをこらえるのが大変だった。いいですね。モブサイコ100の共演者かスタッフに言っておきたいことがあったら番組を通してこの場で言っちゃってください。言ったれ。いろいろ教えてくれてありがとうございます。いい子ですね。どうしたらだよね。邪魔するなよ。聞いてくださいよ先輩。ちょっと、新車のレクサスがかっこよくて毎朝 K にガン飛ばしながら通勤するのが最高に気持ちいいんですけど。それ先週から毎日聞いてるけどやめた方がいいよ。それで車検出してて久しぶりに電車乗ったんすよ。あ、トカゲくん、パチや、パが抜けてる、パが抜けてる、見て、パが抜けてる。ねえトカゲくん、パが抜けてるんだよ、パチンコの。ねえ聞いてる、トカゲくん。無視してんだよ。そういう下ネタこんなとこで言ってると痴漢と間違われるぜ。表現の自由に対しての規制を感じる。
うわぁ、女子高生になって痴漢されて示談金もらいたい。ん？なんすか？痴漢。え、なに？レッツ。いいねぇ。うふん。あはん。いいねぇ。いいねぇ。綺麗だよ。もっと脱いじゃおうよ。芸術のためなら、すべてを脱ぎ捨てちゃうチャンス。うわぁ！ラッチラッチパパラッチってことで、あらすじラッチ。それは常に弱者の味方であり、理不尽な強者を屈服させるところだ。声なき者の声を聞き、力なき者の力となる。それこそが能力バトル者の真髄。作り話、ご都合主義、笑いたければ笑え。だが俺たちが正義を、友情を、折れない心を学んだのはアニメではないか。それを無価値だと断罪する権利がなぜ生徒会ごときにあると思う。電撃一つ出せない、テレポーター一人いない、無能力者どもの、この生徒会に。理不尽な生徒会に屈し、アニメ研究部廃止に一票を投じるのも自由だ。だがそんなことでは一生モブキャラだ。貴様らは自分の信念を貫くメインキャラになりたくはないのか。俺はなる。そうであるとアニメに教えられたからな。以上だ。メガネかけてないと何にも見えないんだよね。カイカイ。カイタ。見えてたらこんなことやれるか。アニケンネーム小田原猫パンチさんからいただきました。ありがとうございます。東條さん、伊藤さん、こんばんは。こんばんは。私はカイカイの高笑いが大好きです。 ありがとうございます。ガタリズ TV でもぜひ生でお聞きしたいです。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。いけますか？大丈夫です。じゃあいきますよ。はい。3、2、1。顔見られながらっていかがですか？超恥ずかしかったですね、今。そう、目はね、カメラ向いてないなと思って、目が合わないなと思って。いや、今のはカメラ間違えましたね。あ、間違えたんだ。もう一回やる。カメラ目線で。もう一回やりますか？目線で。こっちだよ、こっち。はい、間違えないでね。いきますよ。3、2、1。見てる？本当に見てる？うん、普通に目をつぶってますね。ね、意味ないじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。生高笑い。こんな感じでやっております。可愛いってコメント来てます。あ、ありがとうございます。可愛い。声優っぽい声優です。よかった、声優だよ。はい、では次いきます。はい、武蔵坂愛花。